はい、どうも皆さんこんにちは、ラモーです。 Amazon で新生活セールが開催されます。新生活セールということで、この動画では僕がね、実際に使ったことがある製品の中でもしっかりね、この自信を持っておすすめできる価格の安いね、イヤホンやヘッドホンをご紹介していきます。やっぱり新生活ということでね、まあ高校生になったり、まあ大学生、新社会人、あとはまあ部署が変わったりとかね、新しい生活を送る方はやっぱり電車移動とかでね、イヤホンあった方が絶対便利だと思います。音楽も聴けるし、ゲームも動画もできるし、音声コンテンツでね、勉強したりもすることできます。もう本当にスマートフォンと同じくらいね、ワイヤレスイヤホンやヘッドホンって重要だと思うので、この動画をぜひ参考にしてみてください。ちなみに一応言っておくと、やっぱりこの Amazon のセールのタイミングで、まあちょっとこの詐欺まがいな製品とかも出てきたりするんですよ。なのでイヤホンに詳しくないんだっていう方こそね、ぜひね、僕の動画をチェックしてください。複数のねイヤホン紹介するので、こういう方はこっちがおすすめとか、ちゃんとパターンごとにご紹介するので、多分誰でも選びやすいと思います。ちなみに最後の方はね、結構ハイエンドな商品もご紹介するので、参考にしてみてください。では画面見ていきましょう。まあまずもう毎度毎度恒例なんですけども、ポイントアップキャンペーン、必ずここのねエントリーをしてください。このセールの期間を対象にね、合計1万円以上お買い上げの方にポイント還元率がアップします。なので1万円以上いかなくたって別にマイナスになるわけじゃないので、下にリンク貼っておきますから、キャンペーンにエントリー必ず押してください。ではまずおすすめのイヤホン一つ目がこちら、アンカーのサウンドコアライフ A3i ですね。やっぱりアンカーといったらね、充電器で非常に有名ですし、保証も充実しているので、やっぱり安心して購入できるという方が多いんじゃないかと思います。これが通常価格が6,990円のところが5,940円と 15% オフ、1000円ぐらい安くなってますね。まずこれ何がいいっていうの、このアクティブノイズキャンセリングに対応してます。なので電車に乗った時もこのゴーっていう走行音を軽減してくれて、あんまり音量上げすぎなくても音楽楽しむことができます。まあこれは電車移動をする方にはもうマストな機能だと思いますね。でそれからね、アプリで音質を好みにカスタマイズすることもできます。そして再生時間は最大40時間ということで、やっぱりねここは充電器で有名なアンカーらしく、コンパクトで低価格なんですけども、十分な再生時間ですよね。もちろん外音取り込み機能も搭載しているので、イヤホン外さなくても周りの音を聞くことができます。マイクから取り込んでくれるんですね。でさらにはタッチセンサーじゃなくて、これ物理ボタンで操作するので、誤操作も非常に少ないです。なので使い勝手もいいんですね。ノイキャン搭載のワイヤレスイヤホンの中で5940円っていうのはかなり安い方に入ります。そしてアンカーというこの安心できるブランド、そして欲しい機能が大体搭載されていて、マルチポイント接続、2台同時に、ね、接続することもできます。なのでパソコンに接続してオンラインミーティングに参加した後に、まあ、自分のスマートフォンでね音楽を楽しんだりすることも全然できてしまいます。いちいち切り替える必要ないんですね。もうめちゃくちゃ多機能というわけではないんですけども、やっぱり安心できるアンカー製でこの価格というのがおすすめできるポイントですね。ちなみにこちらのアンカーサウンドコアライフ P3 もね、これ安くなってます。こちらの方がより多機能なモデルになってます。低遅延にできるゲーミングモードとか、ワイヤレス充電にも対応しているので、こちらの方が多機能なんですが、僕はこのタイミングで買うことはおすすめしてません。なんでかっていうのはちょっと理由は言えないんですけども、ここはね、ちょっと僕のことを信じてほしいです。このタイミングでは買わないことをおすすめします。で、こちらのアンカのライフ A3i よりも、よりね、多機能でおすすめなのがこちら、イヤーファンの AirPro 3。もうこれ毎回毎回恒例なので、もう知ってるっていう方も多いと思いますし、使ってるよっていう方もいらっしゃるかと思います。なんでこれだけ定番でおすすめなのかというと、もうめちゃくちゃ多機能で、しかもすごく安くて、異常なほど売れてるということですね。ここ見ると過去1ヶ月で6000点以上も購入されましたと出てます。これ毎回毎回紹介するたびに8000点とか1万点とか売れてることもあるんですよ。これはねもう異常なレベルと言えます。先ほど紹介したアンカーでも800点ですからね。もうどれだけ売れてるかっていうの分かりますよね。これだけ売れてるからやっぱり安心できるっていうのもありますよね。いろんな人が使ってるから。先ほどのアンカーと同じようにねノイズキャンセリング対応してます。でしかもアンカーより強力です、こっちの方が。でこっちもねマルチポイント対応してるので2台同時に接続することができます。そして先ほどのアンカーとの違いとしては、アプト X アダプティブに対応してるので、ハイレゾも楽しむことができます。そして専用アプリがあるので、アプリでね好みの音質にカスタマイズできたり、操作内容も好みにカスタマイズできます。そして再生時間は最大45時間と、先ほどのアンカーが40時間なので、こっちのイヤーファンの方が長いんですよ。でしかもワイヤレス充電に対応してるから、充電の手間も少ない。やはりこっちのイヤーファンの方が多機能だということがわかるかと思います。でしかもゲーミングモードに対応します。 55ms というのは 0.055 秒なので、もう 0.1 秒以下ですから、僕だとねもうほとんど遅延わかんないです。音ゲーとかじゃなければ全く問題なく楽しめますね。で IPX5 の防水性能があるので、まあ運動時の汗とか雨が少し付着してしまう程度であれば全然問題ないです。それでいて価格がですね、通常価格が7990円のところが6790円になっているので、だいたい2000円ぐらい安くなっています。もう完全ワイヤレスイヤホンで欲しい機能っていうのがね、本当にこの全部詰まっていてこの価格なので、音質にね強くこだわりがあるという方でなければね、全然満足できます。先ほどのアンカーと比べると1000円ほど高くなってしまうんですが、その分ねより多機能でいろんな機能を使うことができます。そして一応ねめちゃくちゃ売れてるだけあって、保証も充実していて、18ヶ月の製品保証ちゃんとつけます。で万が一製品に不具合があった場合は、保証期間内において新品交換、修理、返品をいたしますということで、この保証もねしっかり充実しているのがイヤーファンの人気の一つです。まあただそれでもね、アンカーの方が安心できるんだっていう方はね、こっちの方がいいんじゃないかなと思います。
してもう一つね、イヤーファンでおすすめなのがこちらのイヤーファンのフリープロ3です。こっちの方がね、若干高くなっちゃってるんです。7190円なんで、まあ、大体400円ぐらいこっちの方が高くなっちゃってます。それでもね、僕はこっちの方をおすすめしてて、なぜかっていうとめちゃくちゃコンパクトなんですね。こっちの方が小さいんです。ただ小さい分、最大33時間と、ちょっとね、再生時間は短くなっちゃいます。先ほどのイヤーファンは45時間なので、まあ、10時間以上ね、短くなっちゃいます。でもまあ、ワイヤレス充電に対応してるんでね、充電の手間は少ないですから、そんなに気にしなくてもいいかなと思うんですけどね。実物をお見せするとこんな感じ。まずこちらがアンカーですね。アンカーは、まあ、こんな感じの形状になっていて、スティックタイプじゃないんですね。耳から出っ張る感じがないと思います。だから非常にスマートに見えると思います。で、ケース自体もね、非常にコンパクトなので、ここもポイントですね。で、物理ボタンが上にあるので、こうやって人差し指でつまんで押す感じになるので、耳の中にこう押し込むような感じでもないですし、非常に使いやすいと思います。で、イヤーファンはですね、こんな感じで、こっちが Air Pro 3で、こっちが最新の Free Pro 3です。やっぱ最新のモデルの方がね、コンパクトなのがわかるかなと思います。ただその分こっちの方がね、再生時間短いです。Air Pro 3はね、スティックタイプなんで、こうやってね、耳から出っ張る感じがあるので、やっぱりね、出っ張る感じじゃない方が良ければ、こっちの最新のフリープロ3がいいと思います。フリープロ3はね、こんな感じで出っ張る感じはないです。それからアンカーとか、まあ、イヤーファンとか、結構安くていいんですけど、やっぱちょっとこの、なんていうんですかね、武骨な感じがするというか、そんなにおしゃれなデザインではないと思います、正直。まあ、一応カラーバリエーションもね、このように豊富なので、まあ、選ぶことはできるんですけども、どちらかっていうと、そんなにかっこよくもなく、おしゃれな感じもなく、ザ・ガジェットっていう感じのデザインだと思うんですけど、このデザインが嫌なんだっていう方はね、まず女性の方はこちらのアビオットのイヤホンかなりおすすめなんじゃないかなと思います。まあ、可愛らしいデザインになってるんですね。女性向けのイヤホンです。これが通常価格が 11,979円なのが、9,217円になってます。2000円ほど安くなってますね。まあ、こちらの通りですね、かなり可愛らしいデザインになっていて、ちょっとこのマカロンみたいな丸っこいデザインになってるんですね。で、ここのように、フェイスプレートですね、気分で交換することもできてしまいます。なので、よりこのおしゃれに使うことができるということですね。で、可愛いだけじゃなくてノイズキャンセリングも搭載されているので、電車の中でもあんまり音量上げずに音楽楽しむことができます。で、再生時間は最大36時間です。まあ、36時間あれば十分かなと思います。で、防水性能も IPX4 あるので安心ですし、何よりここに鏡がついてるんですね。ちょっとここからじゃ見えないか。こんな感じで、ここにね、鏡がついてるんです。鏡がついてるので、ちょっとなんか、化粧を直す時とかにも使えるっていうのが、この女性向けの完全ウェルス用らしいですよね。まあ、可愛いイヤホンが欲しいという女性の方はね、こちらがいいんじゃないかなと思います。ブルーもあるし、ホワイトもあります。そして、性別問わずにおしゃれな完全ウェルスイヤホンとしておすすめしたいのが、こちらのね、同じアビオットの TEQ3 ですね。こちらはあのちゃんの CM で話題になっている完全ウェルスイヤホンです。美しさをまとった業界最小クラスのノイズキャンセリングイヤホンということで、非常に小さくておしゃれなイヤホンになってます。ノイズキャンセリングにも対応しているし、まあ、10ミリのダイナミックドライバーと結構大きいので、音質もね、思ったよりパワフルなんですよね。で、再生時間は最大42時間と、まあ、これだけコンパクトなのに十分な再生時間ですよね。そして2台同時に接続できるマルチポイントにも対応してるし、まあ、AI 技術による高品質な通話もできるので、まあ、仕事でも活躍できますね。で、質感はね、これマットな質感になっていて、非常に高級感もありますし、まあ、それでいてラバーになってるんで傷もつきにくいです。なので、デザイン性と、まあ、機能性を両立できているんですね、これね。で、これが通常価格が11,990円のところが9,496円になってます。まあそうですね。大体合ってますね。というか、ここ最近で一番安くなってますね。で、実物をお見せするとこんな感じ。これがブラックで、こっちがね、レッドスピネリーです。見てわかる通りね、非常にこれコンパクトでしょ。正方形でコンパクトっていう。結構ね、デザイン面にも優れています。見てわかるかな、この光の加減で結構色合いが変わりますよね。すごく濃いレッドになることもあれば、ちょっとこの明るい感じにもなって、かなりこれ質感にこだわってるんですよ。で、ラバーなので滑りにくいし、傷もつきにくいです。で、ボタンを押すことで、パカッとこういう風に開きます。イヤホン本体もこんな感じで、このゴールドの部分が光の反射でね、線が入る。非常に美しいデザインに仕上がっているのがわかるかなと思います。コンパクトで機能性にも優れていて、こうやってデザイン性にもこだわってるイヤホン。そして安いっていうのはね、あんまりないので、やっぱりおしゃれさも大事だよねっていう方は、アビオットのね、TQ3 がいいと思います。カラーバリエーションもこれ豊富でね、パール、ホワイト、ピンク、ブラック、ブルーですね。ちょっとネイビーっぽい色、あとレッド、ラベンダーとあるので、好きなカラーを選んでみてください。そして iPhone を使っていて、できるだけね、iPhone との相性がいいという方は、やっぱり Beats Studio Buds が一番安くておすすめです。正直先ほどご紹介したアビオットでも、やっぱりイヤーファンでもアンカーでも、iPhone と全く問題なく使えます。一度ペアリングしてしまえば、ケースから出すだけで自動で接続されるし、もう全く問題なく使うことできます。なので全然問題ないんですけども、細かい部分で見てみると、Beats Studio Buds の方が iPhone と相性はいいです。具体的に言うと、まず iCloud ペアリングに対応していたり、まあ、Hey Siri にも対応してます。あと iPhone の探すアプリも使うことができます。なので、ここら辺が使いたい方は、
やっぱりビーツスタジオバッツプラスがいいんじゃないかなと思います。別にここそんな使わないよっていう方は別にアビオットとかでも全然問題ありません。まあ、価格が結構変動してるんで、まあ、平均を見ると22,545円ですね。それが18,250円なんで、だいたい4,000円ぐらい安くなってます。このようなスケルトンなデザインもあれば、まあ、アイボリー、ちょっとピンクっぽい色、ブラックもあります。正直先ほどのこのアビオットとかと比べると、これ全部1万円以下なんで、セールでね。そう考えると、やっぱちょっと高く見えてしまいますよね。そしてデザイン性も僕個人的にはそこまで好みではないです。このスケルトンなのはいいんですけどね。あとは先ほども言ったんですけども、アップルのね、このエコシステム。アップルならではの機能もそんなにいっぱい使えるわけではないんですね。ビーツフィットプロの方であれば、まあ空間オーディオが使えたりとかね、まあ自動切り替えができたりとかするんですけど、そういうわけじゃないから、まあスタジオバッツプラスわざわざ買わなくてもいいんじゃないかなという気は正直してます。それからまあこう9000円とか7000円台でもまだまだ高いんだっていう方は、今回紹介の中で一番安いのがこちらになります。ドナーのドゥーバッツ1ですね。これ毎度毎度紹介してます。やっぱりこれよりも安くていい完全割りセフォン僕は知りません、本当に。やっぱ自信持っておすすめできるとなるとこのドナードゥーバッツ1が一番安いですね。価格がですね、通常価格が5999円。もう通常価格で安いんですが、それが4750円になってます。1000円ぐらい安くなっていて、さらにここに500円オフのクーポンがついてるので、それを含めると4250円で購入できますから。もう4000円台ですから、異常に安いです。で、こういう価格が安いのって、ブラック一色であることがほとんどなんですが、このドナードゥーバッツ1のすごいところは、こうやってね、カラーバリエーションがいっぱいあるんですよ。4色あるんで、まあ、これだけカラーバリエーションがあれば、好きなカラーをね、選ぶことができると思います。で、軽くね、ドナーをご紹介しますと、ドナーっていうのはね、これ楽器のメーカーなんですね。格安の楽器メーカーです。ベース、キーボード、ドラム、ギターだけじゃなくて、バイオリンとかも売ってるし、もうほんといろんな楽器作ってます。なので音質にね、非常に強いこだわりがありまして、ダイナミックドライバーとバランスドアマチュアというですね、ドライバーを2つ搭載しています。まあ、ドライバーというのは簡単に言うとスピーカー、まあ音を鳴らす部分なんですけど、今まで紹介したイヤホン、全部このダイナミックドライバー1機しか搭載していません。でもドナーはこの価格なのに、もう1つドライバーを搭載してるんですね。この小型のドライバーによって、より高音がクリアにね、聞こえることができます。単純にドライバー一つ足してるわけだからコストもかかってるわけであって、それだけね、音質のクオリティも高いということです。で、もちろんノイキャンも搭載しているし、アプリにも対応してるんですよ、この価格で。音質もね、カスタマイズできるし、タップ操作の内容もカスタマイズできます。ただノイキャンはね、30dB ということで、めちゃくちゃ強力というわけではないので、ノイキャンの強さを重視してる方はちょっと向かないのかなと思います。でも 30dB なので、あるとないとじゃ全然違うんですけどね。あんまり音量上げすぎなくても音楽楽しむことはできます。なんかこう、音楽鳴らさずに耳栓代わりに使うみたいなことはちょっとできないレベルですね。実物をお見せするとこんな感じ。まあ、これホワイトなんで、まあ、ちょっと固形石鹸がちっちゃくなった固形石鹸みたいな感じなんですけども、こんな感じで、ね、スティックタイプになってるので、つけてみるとこんな感じです。まあ、スティックタイプなんでちょっとは目立ちますかね。まあ、4200円台でめちゃくちゃ安くて、ハイブリッド構成で音質もめちゃくちゃいい。で、もちろん楽器メーカーだしね、音質にもかなりこだわってます。で、そこまで強くないけど、ノイキャンも搭載されていて、再生時間は最大32時間です。アプリで好みにカスタマイズもできます。もう十分ですよね。で、しかもこれだけ安いとね、ちょっと時間が経っちゃうと、まあ、電源が入らなくなっちゃうとか、ちょっとバッテリーの不具合が出ることっていうのがあるんですよ。でもこれね、これだけ価格が安くても、まあ、LED がこれ点灯してると思いますけども、未だに使えるんですよ。これもう何年前に買ったんだろう。2年3年ぐらい前に買ったんだけど、未だにこれ電源入るんですよ、ちゃんと。だから耐久性も全然悪くないと思います。もちろんこの、不具合が出てしまうことっていうのもやっぱり確率的にはあるんですけども、どんなに高いイヤホンでもね。でも僕の手元にあるのは全然問題なく使えてます。そして1万円以下でもね、音質にこだわりたいんだという方はこちら、JBL のチューンビーム。これはもう自信を持って僕はおすすめします。やっぱりイヤホンっていうのはね、やっぱり安くっても音質にこだわなくちゃダメですよね。だって音楽を聴くためのものなんですから。先に価格を見てしまうと、だいたい12000円ぐらいなんですけども、それが安くなっていて9680円になってます。だいたい2500円から3000円くらい安くなってます。20% です。で、やっぱりめちゃくちゃ自信持っておすすめって言った理由としては、僕がまあ JBL 製品めちゃくちゃ愛用してるっていうのがあるんですけども、JBL っていうのはね、1946年に創業したアメリカのスピーカーブランドなんです。非常に歴史があります。で、しかも世界中の映画館や、まあ、スタジアムとかね、そのコンサートホールのスピーカーとしても使われてるんですね。車に搭載されてるスピーカーとしても知られています。まあ、こんな感じで、ライブをよく行く人はね、わかると思いますけども、アリーナとか、まあ、武道館とかでね、まあ、天井から吊るされてるスピーカーがあると思います。これね、JBL のスピーカーが使われてること結構多いです。そして映画館の場合はあんま見えないんですけども、実はこのスクリーンの裏側に JBL のスピーカーが置かれてることがあります。まあ、そういう映画館とかね、ライブとか、エンターテインメントの現場で重宝されてるブランドですから。それは当然めちゃくちゃ音質もいいし、なんといってもやっぱりこのテンションが上がる、すごく臨場感があるんですよね。これだけ説得力のある説明ないと思います。まあ、映画館とかライブで使われてるスピーカーだから、やっぱりこの低音がね、すごくしっかりとしていて、メリハリのある、ノリのいい音質を楽しむことができます。で、アプリでね、音質とか操作内容とかも好みにカスタマイズできます。で、マルチポイントに対応してるので、2台同時に接続することができるし、イヤホンをね、見つける機能っていうのも搭載されているので、まあ、なくしてしまった時もね、見つけやすくすることができます。で、再生時
時間もね、最大48時間と結構長いんですよね。実物見せるとこんな感じ。ちょっとね、大きいです。ドナーと比べるとこんな感じ。一番最初に紹介したイヤーファンと比べるとこんな感じ。ちょっとでかいですよね、やっぱね。まあそんな変わんないとは思うんだけど、できるだけコンパクトのがいいっていう方はちょっと向かないかもしれないですね。で、実際につけてみるとこんな感じ。スティック部分も結構長いんで、やっぱちょっと大きめかなとは思います。その分再生時間も十分長いし、音質がいいということですね。で、実際にここにあるスピーカー、これも僕ね、JBL のスピーカーなんですけど、だいたい両方合わせて30万円くらいしました、財布で。で、これ実際に僕お金出して買ってるくらいですから、もう、どれだけ JBL が僕が本当に心の底からいいなと思ってるのかわかるかと思います。なんせイヤホンとは違って、スピーカーってこの1台しか置けないじゃん、この大きさだと。だからもう本当に悩んで悩みまくって、もう厳選して JBL を選んでるわけですから、もう僕がどれだけ JBL が好きかっていうのはわかるかと思います。1万円以下の中では一番音質がいいと自信持っておすすめできるので、音質にこだわる方、あとはまあライブ見るのが好きとか映画見るのが好きっていう方はね、もう JBL でいいでしょうね。カラーバリエーションもこんな感じで豊富にあるので、好きなカラーを選んでみてください。そして続いてこちら、アビオットの TZ1PNK。 いきなり価格が上がってしまってちょっと申し訳ないんですけども、だいたい3万円になってます。でもそれでもこれね、めちゃくちゃ高くて、通常価格はだいたい3万5千円ぐらいいくんですね。なので1万5千円ぐらい安くなってます。かなり安くなってます。これ最大の特徴は、凛としてしぐれのドラマピエール中野さんが監修したイヤホンとなっています。いわゆるそのピアホンというふうに呼ばれていて、結構ね有名だと思います。ただピアホンは他にもいっぱいあるんで、で、その中でもこのピアホンで特徴的っていうのは、やっぱりこちらのサイコパスのボイスガイダンスを収録しているということです。ドミネーター、あと鴻上信也、常森茜の声が収録されてるんですね。電源オンとか接続しましたっていうそのアナウンスをこの3人のボイスがやってくるんですね。特にこのドミネーターなんていうのはね、やっぱり非常に素晴らしくて、もう気分は執行感ですよね、本当に。で、しかもこのリーサルエネミネーターとか、全然このボイスガイダンスに関係ないものも収録されていて、僕はね、もうずっとドミネーターのボイスで使ってました。音質にも優れていて、ドライバーを2つ搭載しています。しかも平面磁気駆動のドライバーなので、よりこの滑らかな高音を楽しむことができます。で、もちろんノイキャンにも対応してるんですが、やっぱり音質とかにすごくこだわってる分、再生時間はねかなり短くて最大18時間になってます。今回紹介するイヤホンの中で一番短いかなと思います。なので音質にめちゃくちゃこだわってる方、あと凛としてしぐれが好きな方、まあピエール中野さんが好きな方、あとなんといってもこのピアホの中でもこのサイコパスのボイスガイダンスを収録しているのが結構珍しいので、サイコパスファンの方はかなりテンション上がると思います。この29,999円っていうのは高いですけども、15,000円オフなのでかなり安くなってます。まあサイコパスがね、好きな方はめちゃくちゃテンション上がると思うので、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つこちら、アンカーのサウンドコア、ライフノート 3S。これは密閉しないイヤホンですね。ノイキャンとか搭載されてないんですけども、ただ耳に引っ掛けるだけなので、なんて言ったら耳栓みたいにギューって耳に入れるのが苦手だっていう方は、やっぱりこちらのイヤホンがおすすめです。今まで紹介してきたのは全部耳にこのギューってするやつだから、こういうのがね、欲しいっていう方もやっぱりいらっしゃると思います。通常価格が6,990円のところが5,940円なので、1000円ほど安くなってます。開放感のあるインナーイヤー型ということで、ギューってね、密閉するタイプじゃありません。で、アプリに対応しているので、音質を好みにカスタマイズできます。で、最大35時間ということで、再生時間も十分、ワイヤレス充電にも対応してるから充電の手間も少ないです。で、実物見せるとこんな感じ。これがね、オフホワイトですね。オフホワイトって言ってもちょっとこのベージュっぽいような肌馴染みのいい色になってるのがこれわかりますかね。で、耳に入れるとこんな感じ。ほんとただ引っ掛けてるだけなんで、自分の声も聞こえるし、周りの音も聞くことができる。でも引っ掛けるだけとはいえね、これ結構しっかりしてて頭振っても落ちないでしょ、これ。だから装着感もしっかりしてますね。耳を密閉しませんから、電車に乗ってる時とかは騒音と一緒に音楽を楽しむみたいな感じになります。なのでいわゆるこの没入感はちょっと得にくいですよね。没入感を得たいんだったら耳にギュッてはめるイヤホンプラスノイズキャンセリングが搭載してるやっぱりイヤホンがいいのかなと思います。そしてヘッドホンの中で安いとなると、最近紹介したイヤーファンのウェーブプロですね。これがもうダントツで安いです。最初の方にこの紹介したこの全振りでめちゃくちゃ安くてすげえ売れてるっていうブランドですね。最近イヤーファンの人気出すぎなんだよな、本当に。これが通常価格が9,990円のところが7,999円でかなり安くなってます。2,000円くらい安くなってるし、最近発売されたヘッドホンなので、初のセールのようですね。で、まずノイズキャンセリングが搭載しています。電車に乗ってる時とかでも音量上げすぎずに音楽を楽しむことができます。そして LDAC にも対応なので、ハイレゾも楽しめます。最大80時間のバッテリーということで。完全ワイヤレスイヤホンと比べても圧倒的に長いですよね。なので、あんまり充電したくねえんだっていう方は、やっぱりワイヤレスヘッドホンがいいと思います。ここは完全ワイヤレスイヤホンに比べて優れている部分ですよね。で、マルチポイントにも対応なので、タブレットとかパソコン、あとスマホとか、2台同時に接続できます。で、アプリにも対応してるので、音質とか操作内容とかも好みにカスタマイズできます。で、ゲームモードに対応してるので、遅延を少なくできます。だいたい200ミリセカンド。一般的には 0.2 秒ぐらいの遅延があると言われているんですが、イヤーファンは55ミリセカンド、0.055 秒なので、非常に遅延が少ないことがわかります。なので、音ゲーとかじゃなければね、FPS ゲームとかだったら
ら全然問題ないと思いますね。そしてなんといってもね、僕の中で一番素晴らしいなと思うのは、こういうね、すごくしっかりとしたセミハードケースが付属するんです。1万円以下のワイヤレスヘッドホンで、こういうね、しっかりとしたケースが付属するっていうことは、まあないです。なかなかないです。で、しかも素晴らしいのは、こうやって、ちゃんとしっかり、もう専用のケースとして作られてるんですよ。溝がしっかり掘ってあるんです。こうやってしっかりはめ込むことができますから。めちゃくちゃしっかりしてますよね、これね。で、しかもここにね、ケーブルを入れておくこともできるので、充電用のケーブルとか、まあ有線接続用のケーブルもなくす心配ないですよね、ここに入れておけば。で、このように、ここが金属になっていて、ちょっとひんやりとしたね、質感が伝わってきて、光の反射によって、綺麗に輝くんですよね。なので質感も思った以上にしっかりしてます。首からぶら下げてもブラックっていうよりはちょっとこのグレーっぽい色合いなので、ファッションとしてもまあ十分使えるんじゃないかなと思います。まあめちゃくちゃオシャレってわけじゃないけど、かっこよさに振り切ってるっていう感じですかね。僕のチャンネルでもらってるクーポンがあるので、まあそれも多分使えますから、もっと安く買えると思うんで、7000円前半台ぐらいの価格で多分買えると思うので、購入する方はね、下にクーポンを載せておくので、そちらを使ってみてください。さあ、こっからは価格の高い製品を紹介します。まずね、これびっくりしました。HDV820。まあこれゼンハイザーのヘッドホンアンプなんですけども、これめちゃくちゃいいんだよね。俺使わせていただいたんですよ。ゼンハイザーのヘッドホン。こちらのね、HD800S 専用と言ってもいいくらい。まあ同じね、ゼンハイザーなんで、本当にこの専用と言ってもいいくらい、もう完璧なレベルで HD800S、それから HD820 の良さを引き出してくれます。まあ僕がレビューしてる動画も、まあ下に貼っておきますけども、結構昔の動画であるんですけども、通常価格が49万8000円、もう50万円近く行ったりとかするんですけども、最近だと44万円ぐらいですね。それが25万8000円なので、めっちゃくちゃ安くなってる。20% オフになってるっていうけど、この推移を見ると半額ぐらいになってますね。過去1年の中では、まあ圧倒的に安くなってるんで、HD820 欲しかったんだよなっていう方はこのタイミングで買うのがありだと思います。それからゼンハイザーのフラグシップ、もう一番価格の高い有線イヤホン IE900 も安くなってます。これだけ安くなるっていうのは相当珍しいから、多分売れ切れちゃうんですよ。こうやって見てみると、前回のセールもセールが始まってからしばらくしてこれ売れ切れてしまってますし、でしかも直近でもやっぱりこうやって売れ切れちゃってるんですよ。やっぱりね、数が少ないんです。圧倒的に IE900 っていうのは手作業で作る部分っていうのがね多いんで、量産が難しいんですよね。なのでどうしても Amazon にこの入荷される量が少ないんですぐ売れ切れちゃいます。あ、残り8点ってなってますね。これはちょっとやばい。動画公開する頃には売り切れちゃうかな。これが通常価格がだいたい19万5千円。で、それが価格が安くなって、で、16万8千円ぐらいとかなってたんですけども、そこからさらに安くなっていて、16万2千400円になってます。24% オフです。素晴らしい。音質はね、もうダイナミックドライバー1機の有線イヤホンの中ではもう本当にトップクラスなんですよね。 BA ドライバーが搭載されてるんかなっていうくらい高音がめちゃくちゃきらびやかだし、でも BA じゃ出せないぐらいすごく伸びやかなんですよね。もうほんとこう一生手放すことがないくらい、まあ言ってしまったら僕の中ではこの殿堂入りしてる有線イヤホンなんで、ぜひ聞いてみてほしいなと思います。ちなみに IE600 は安くなってみたいですね。なので IE900 のみになってます。これだけ価格が高くても売り切れますからね、すごいですよね。あれ、これ残り6点になってる。 IE600 の方を読み込んでから IE900 にしたら2点もう売れちゃってますね、この短時間で。マジか。多分これ動画投稿する頃にはちょっと売り切れちゃってるかもしれないんですけども、残ってたらね、ちょっと早めに買ってみてください。これだけ安くなるってことはなかなかないです。そしてこんな高いの出せないわっていう。まあ、イヤホン、まあ、初心者というか、最近ちょっと興味持ち始めたんだよなっていう方は、やっぱりこちらがおすすめです。IE200。ゼンハイザーの有線イヤホンの中で一番価格が安いモデルにはなるんですけども、やっぱりそれでもゼンハイザーですから、めちゃくちゃ音質のクオリティが高くて、一番最初に本格的な有線イヤホンを買うんだったら、やっぱり IE200 を僕はおすすめします。で、価格が通常のこのセット価格が 33,640円のところが 24,000円になってます。なので 8,000円オフになってるんです。通常ね、そのケーブル、4.4 ミリのケーブルが9320円なので、ほぼ無料で有線ケーブルが付属してくるという形になります。1000円でも買えちゃうってことなんですよね。で、毎回毎回動画でも言ってるんですけども、やっぱりバランス接続して、もう初めてこのイヤホンオタクと言えるというか、イヤホンオタクじゃない方ってバランス接続絶対しないと思うんですよね。そもそもバランス接続なんて知らないっていう方が圧倒的多数だと思うんですよね。やっぱりこれからね、イヤホンにもこだわっていきたいんだっていう方は、ぜひね、このバランス接続できるケーブルかセットのイヤホンを買ってほしいなと思います。そしてバランス接続するんだったらダックが必要になってくるので、僕が使ってるのはね、こちらのアステル&ケルンの AKHC2 になってます。これをね、本当に愛用していて、かなり安くなってるんで、このタイミングで買うのもおすすめしたいです。発売当初はもう2万7000円ぐらい行ってたのが1万7800円なんで1万円ぐらい安くなってます。で、ライトニングにも対応してるから Apple 製品でも使えるし、 Type-C にも対応してるから Android のスマートフォンでも、まあ、iPhone15 シリーズでも使うことができます。これから有線イヤホンにもこだわりたいんだという方は、こっちのゼンハイザーの IE200 と 4.4mm のバランスケーブルのセットに加えて、
AKHC2 を買えばもう間違いないですね。なんせ僕未だにこの AKHC2 使ってるくらいなんで、すげえ気に入ってるんですよね。左右の分離感がかなり強いんで、ちょっと独特な音質ではあるんですけども、やっぱりこのバランス接続してるなーっていう感じがすごく出てくるんで、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで価格が安い製品から結構価格の高い製品までご紹介しました。生活に溶け込む完全ワイヤレス製品もね、できるだけ安い価格でご紹介したので、ぜひねチェックしてみてください。下にねリンク貼っておきます。それではこの動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ラマノでした。